レルヤ、ビクトリーワーチャーズのスペンサーです。信仰に御言葉の番組にようこそ。ハレルヤ。今日私はなぜ主イエスというトピックをお話ししたいと思います。ヨハネの14章6節見てください。聖書持ってますか？聖書は力強いですよ。聖書を知っている人は神様を知ってます。だから神様を知っていれば聖書を知るべきです。ハレルヤ。ヨハネの14章6節見てください。書いてあるのが、主イエスは彼らに言われた。私は道であり真理であり命なのです。私は私を通してではなければ誰一人の父の身元に来ることがありません。これはどういう意味ですかね。いろんな人、宗教というのはありますよね。宗教というのは人間が神に行こうと思っている働き。宗教は人間の働きです。神は宗教的なものですかね。あなたは神を信じていればあなたは宗教的なものですか？いや、イスラエルの神を知っている人は神を、宇宙を作った神、宇宙を作った神はイエスですね。ですからやっぱり神様との関係を持つために私たちは主イエスが私たちを正しくしてくれたので、十字架の上で正しくしてくれたので、私たちが主イエスを通さなければ、彼は真理であり道であり。どういう意味ですか？要は私のビルの前に道があります。一方通行ですけど、この方に行ってますね。でも私この道で行けば、実は皇居に行きます。日本の天皇陛下のところに行きます。ですからこの道を使えば皇居に行って私たちが天皇陛下に会えるかもしれないですね。あったらいいな。でももし一方通行だからこっち方面に行かないですけど、でも実は右の方に行くと東京スカイツリーの方に行きます。ある人たちが全ての宗教は神に行くという考え方あります。そんなことある？こっちの方に行くと公共、インペリオパレスと言ってなるんですけど、そっちに行くとスカイツリー、東京スカイツリー、違うじゃないですか。違うところじゃないですか。そういう考え方は合っていません。同時に主イエスしか言ってないのが、私は道である。神との関係を持ちたいなら主イエスを通す、を信じて主イエスを通すしかないんです。だからイスラムでは神様との関係は持ちません。仏教では神様との関係は持ちません。これは私はっきり言ってるんですけど、やっぱりなんではっきり言えるんですか？私は厳しいから？いや、厳しくない。私は本当にオープンマインドです。やっぱり私たちみんなオープンマインドで考えなければないと思いますが、でもここではどうやって神様の関係を持つんですか？やっぱりここでは主イエスがはっきり言うんですね。主イエスがはっきり聖書で言ってます。イエスは彼らに言われた、私は道であり。だから神様に行く道はこっちは公共、こっちはスカイツリーという話はさっきしてたんですけど、でも神に行く道はイエスしかないんです。イエスしかないんですよ。ですからイエスクリストを信じてイエスクリストの関係を始まったら、あなたは神様との道に乗れる、行ける。ですから本当に主イエスを信じることはすごい大切ですね。でもなぜ主イエスしかないんですか？やっぱり神は正しい方です。神の身元に行くと私たちはもう溶けちゃうと思うんですよ。要は不完全な人たちですから、私たち。ですから私たちは神様のところに行けないので、誰かをその神様との関係を直さなければならない。なんで神様との関係はおかしいですか？聖書を見ると、
創世記というとこありますね。創世記というのは神が人間を作った時、私たちは日本人、中国人、韓国人、アメリカ人、いろんな国籍あるんですけど、でも私たちの元はみんな一緒です。イラク、今の現在のイラクのところにエーデンの園というところありました。そこはもう、まあ、なくなってます。なくしてます。もう砂漠になってましたけど、昔はトロピカルだったんですね。ハワイみたいに、もう大きな庭みたいな、素晴らしいところですね。だったんですけど、でも、私たちが、神が、こういうことやっていいんですけど、こういうことは やっちゃいけない、そういうことをやっちゃうと私との関係はなくなるよっていうことは創世記に書かれています。ぜひ創世記を見てください。それで一章から神が私たちを作って私たちの周りを作ったこといろいろ見えるんですけど、だから本当に私たちがそこでアダムとイブという人たち、神が作って、彼らが神が言ったことを守らないで違うことをやってしまったら、神様との関係がおかしくなりました。要は罪は私たちのワールドに入ってしまいました。だから私たちの周りにいろんな悪いことあるんですけど、私たちは主イエスを信じて、私たちが神との関係を持っていれば、お祈りすれば、私たちの周りは変わってくる。後でもっとそういう話するんですけど、でも今日強く言いたいのが、やっぱりあなたは神を知りたいなら主イエスしかありません。ヨハネの14章6節を後で見てください。信仰の御言葉を参加していただきましてありがとうございます。ビクトリーワードチャーチのスペンサーです。ハレルヤー。